皆さんどうもこんにちは。桜が咲いていることにようやく気がついた。引きこもり会の打点シュープ主のミーです。お前季節は暑いか寒いかで判断してるだろ。よくわかったね。外出ろやー。春。お花見ついでに参拝はいかがですか？お前も宣伝すんなー。春といえばマイクラ。マイクラといえば化け物。ということで今回は前回の化け物モッドを超える化け物モッドをご紹介していきます。化け物大好きっ子かよ。今回ご紹介する化け物モッドは、MLP ミヒカルクリーチャーズモッドです。MLP ってマイリトルポニーのこと？そう、あの可愛いポニーたちのモッドなんだ。それなのに化け物モッドなのか。MLP に出てくる神話のモンスターたちを追加するモッドだからね。ポニーだけなら可愛いモッドで終わったのにな。ちなみに私はピンキーパイっていうピンク色のポニーが好きです。私はラリティっていう私にぴったりなポニーが好き。私はアップルジャックが好きだぜ。霊夢にぴったりってのはわからんがな。それじゃあまず最初にこの可愛い卵から。こいつはトワイライトスパークル。何よこのモッド、癒し系モッドじゃない？確かに化け物モッドじゃないように感じるよ。もしかしてこのゴーン。こちらのトワイライトさんが。空に流れ星が。このトワイライトが羽ばたいて、空を駆け回ってんだろ。可愛さ反面凄さを感じるわね。いろいろなモンスターを出しても、空を駆け回るトワイライトさんによって、こんな大きなモンスターも。そう、一瞬で肉にされてしまいます。彼女が空にいる限り、出てくるものはみんな、倒されます。それでは改めてモンスターたちのご紹介をしていきます。さっき真っ先にトワイライトに倒されたモンスターだな。うわぁ、随分と大きなワニね。これ何日分の食料だろう。危険を察知して逃げたんだぜ。このワニの特徴は、お次は不死鳥、フェニックスのご紹介です。おお、すげえ元たっぷりだな。何もしていないのにスライムが消えた。フェニックスは地上の平和維持ってモッドの配布サイトに書いてあるんだ。こいつがちょっと近づいて飛行しただけで。なんて恐ろしいモンスターなのかしら。お次は水牛のご紹介。うわでけえ。なんでこのモッドのモンスターってモブ吹っ飛ばしたがるんだ。あいついつの間に仲間の牛も呼んでるじゃない。なんかだんだん唐揚げに見えてくるよ。こいつらで何日分の食料かしら。お前ら食うことばっか考えてんな。最初に出した牛がボスなんだろうね。他の牛よりでかいしなんか頭に飾りがついてるぜ。ちょっとお話聞いてもいいですか？随分とのっそりしてるやつだな。こんなに早く動けるもん。あんた言うほど早くないわよ。おいおい、ボスに失礼じゃねえか。なんか角が電源プラグみたい。あったマジだ。ボスひでえ。こいつモブには突進するけど、プレイヤーにも突進してくるのかしら。さあ来い。お次は超巨大蜘蛛のご紹介です。ひぃ、なんつーでかさだ。あんな蜘蛛が目の前に現れたら土下座するわね。いや逃げようぜ。あの蜘蛛スピードが速いよ。こいつもそこら中のモブをぶっ倒しまくってるぜ。このモッドで追加されるモンスターは、マイクラの元々いるモブと仲悪いのね。俺様が世界一だ。何言ってるんだ、俺が世界一のモンスターだ。うわぁ、なんだこいつ。こいつは、こいつだ。名前わかんねえのかよ。あいつはリヴァイアさんよ。海の生物を全滅させるって書いてあったけど、蜘蛛に倒されちゃったね。ってことで俺が世界一。ちょっと待て。また変なの出てきたー。やつの名は、キングバウザー。なんでマイリトルポニーにクッパ出てきてんだよ。俺様はただのクッパではない。キングクッパ様なのだ。キングクッパがクモを簡単に倒しちゃったわよ。キングクッパすげー。それではマイリトルクッパにこいつと戦っていただきましょう。ムカデー。なんておぞましいの。無敵だい。おいおいキングクッパ頑張れよ。すげー速さで逃げてったな。それではここから飛ばして紹介していきます。まずはヒドラ。ふん、私の心の大きさには負けるけどでかいわね。こいつは何と競ってんだ。お次はマカ不思議、超巨大透明ドラゴンの、ウィンディウォ。ヒドラをめっちゃ攻撃してたぜ。あら、このサソリはどこから来たの？こいつはウィンディウォの手先で、ウィンディウォが現れると一緒に出てくるんだ。おいおい手先ってもっと弱そうなもんだろうが。激しい雷鳴と共に現れる姿は圧巻です。そしてこれまた不思議な透明の生き物。なんだあいつ。モブを片っ端から倒してるわ。そしてこいつは炎の竜です。暴れてるなぁ。あんたとんでもなく間抜けずらね。
わーい。そしてこいつはどう猛なクマ。あ、トナカイと戦い始めたわよ。うわー。クマがマグマの炎で。クマとトナカイならクマが勝ちそうだけど。もう真っ赤なお花なんてバカにできない。おい、なんだあの変態。あ、変態がトナカイを倒した。こいつの情報はサイトの方にも載ってないんだよね。ガタイマジで半端ねえ。壁が歩いているみたいね。じゃあ何よこの変態。なんだって。変態撲滅完了。この人は変態撲滅委員会の山田さんです。そしてお次はウィンディを超える大きさ、大熊座さんです。だって星座まで来ちまったぜ。こんなにでかいモンスターを見たの初めてかも。顔は結構可愛い顔してるよ。こいつはマジででけえ。ちなみにウィンディを出すとこうなります。あまりの雷のうるささに音量オフにしたわよ。ウィンディを倒してるみたいに見えるな。お次はマイリトルポニーのレインボーダッシュです。もっと可愛い表情選んでやれよ。うわ、出てきたと思ったらサソリに攻撃してるわよ。トワイライトの時もそうだったけど、ポニーたちは敵モブに自ら攻撃しに行くんだ。ポニー強すぎだろ。お次は凶悪マンキコア。早速レインボーダッシュの餌食になってるわね。そして虹色ムカデ。一瞬で消し済みだぜ。マリサの好きなアップルジャックは攻撃しないポニーだよ。なんか喋ってるぞ。敵ぶっ飛ばしていって言ったのよ。攻撃する気満々じゃねえか。これはぜひとも食べたい。超巨大ガニです。ひぃ、逆にこっちが食われそうだぜ。あたい悪いやつじゃないよ。この巨大北海道産タラバガニはプレイヤーを攻撃しないのね。北海道産タラバガニか知らんが、敵モブにはすげえ攻撃してるぜ。主にレインボーダッシュが。この巨大骸骨だって。カニ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 。カニもでかいだけじゃねえんだな。最後のモンスターはマジでヤバい。うわあ。これ本当にモンスターなの？そう、こいつは史上最強最悪の。スパイク。誰か元の姿に戻してやれ。ああ、カニさんに直撃してる。ちょっと奥主、カニさんをなんとかして助けてあげて。ああ、あいつだけじゃ持たないぜ。わかった、私がとっておきの武器でスパイクを沈めよう。これでも食らえー。やあ、何この杖。めっちゃカニとか出てくるんだけど。お前もしかしてこの杖で攻撃しようと思ったのか。うん、それなのに。うわあ、化け物の雨だ。やあ。バカにされたと思ってスパイクが切れたー。お助けー。続いては毎度おなじみ、絶対にありえないマリオのコーナーです。このコーナーではあのマリオが絶対にやらない行動を取るわよ。前回は自分たちもマリオみたいに走りたいというキノピオたちの要望で、マリオがコースの走り方をレクチャーするマリオ塾が開講したんだぜ。果たしてこれでキノピオたちは走れるようになるのかしら。それじゃあスタート。三段ジャンプをすると高くジャンプできます。お次は倒し方です。何決めてんだ。とまあこんな感じで倒します。これならすぐにできそうだね。いやできねえだろ。おい、早くメモうかね。ダメだこいつ。そして最後はアイテムについて教えます。ここに注目。これらのアイテムを取ると特殊能力がつき、より攻略が楽になります。へえ、初めて知ったわ。嘘つけ。よいしょよいしょ。今回教えた3つの技術をうまく活かせるか活かせないかで、君たちが僕みたいなスターになるか、それとも。てなこの野郎、前から思ってたけど名前見てんだよ。パクるなこの偽物。その通り。散々言われてるんだぜ。さあキノピオたちは悪い意地のようにならず、マリオのようになれるのか。そして次の日。うわ、みんなマリオの格好してやがる。嫌だな。僕ってばアイドル化してるじゃない。ぐっくっくっく。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。とんでもねえモンスターばっかりだったな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。